はい、マイライフにようこそということで、今回ご紹介するホテルは、奈良にあるマリオットボンボイ参加ホテル、シスイラグジュアリーコレクションホテル奈良の開業日宿泊レビューを皆様にお伝えします。素敵な宿泊経験を今させていただいております。今回泊まったお部屋は、デラックスワンキングの温泉風呂付きということでですね、温泉風呂がありますからね、この部屋もルームツアーもさせていただきますけども、この動画ではアクセス、施設の内容、そして宿泊者が無料でシャンパンをいただけるガーデンデライト、そしてこのホテルでのディナー、あと朝食のレポート、吉木園のガーデンツアーも皆様にご紹介させていただきたいと思いますので、ぜひ最後までご視聴ください。それでは宿泊レポート行ってみましょう。まずホテルまでのアクセスですが、今回は伊丹空港からバスで近鉄奈良駅まで所要時間は約1時間15分でした。駅からはタクシーで、ホテルまでは初乗り運賃で到着しました。シスイラグジュアリーコレクションホテル奈良は2023年8月29日開業のマリオットボンボイ参加ホテル、場所は奈良公園の最端に所在します。この白い壁がホテルです。では施設を紹介していきましょう。こちらがホテルのメインエントランス。車でホテルに来る際はこちらから入ります。門には当時の表札がそのまま残ってます。こちらは旧奈良県知事公舎をリノベーションした本棟のエントランスです。では中に入っていきましょう。中に入ると杉戸に描かれた鶴の襖絵が来るものを迎えてくれます。この本島には昭和26年日米講和条約、日米安保条約の批准書に昭和天皇が署名をされた御承認の間という部屋がそのまま残されております。こちらはロビーラウンジ奈良。ここでチェックインやチェックアウトなどの手続きを行います。こちらはメインダイニング水曜。大正期の趣があるインテリアと当時から引き継がれたお庭を楽しみながら、奈良の食材を生かしたシスイならではの食事をいただくことができるんです。こちらもお食事ができるお席ですね。景観がとても素敵です。こちらにはワインセラーもあります。この奥にはシタンというダイニング水曜の個室もあります。お庭の景観が素晴らしいですよね。では茶寮ゼゼを見ていきましょう。ゼゼは旧興福寺寺院、世尊院をリノベーションしたカフェで、本島からは一旦外に出てアクセスする必要があります。ゼゼの中に入っていきましょう。ゼゼの中には靴を脱いで上がる必要があります。ここを利用する方はあらかじめ知っておいた方がいいでしょう。こちらにも杉戸に描かれた鶴の立派な襖絵がありますね。ここを抜けると客席があります。席数は43席で結構広々としています。細部に歴史を感じますね。これがゼゼの外観になります。お庭にも席がありますね。では続いてガーデンデライトをレビューしていきます。ガーデンデライトは宿泊者無料で楽しむことができるシャンパンフリーフローのサービスです。シャンパンはジョセフペリエ、ノンアルコールのスパークリングもあります。最初の一杯はカップル席を利用させていただきました。ケーキサレとシスイのこちらオリジナルのおかきでございます。シスイのロゴが入ったシャンパングラスで乾杯。いやー最高のサービスですね。2杯目は外の軒下でいただきました。気持ちよくて最高です。ではシスイでのディナーレビューをいきましょう。窓際のこんな席でぼっちディナーをいただきました。最初の一杯は生ビールで、これがディナーコーストキカのメニュー、税サービス込みで 22,770 円です。まずは1品目、お茶のブイヨンとお米のクロケット、柿の白あえにこれはチーズの粕漬けです。お茶とのマリアージュ。2品目は卵と出汁のムースにサラダです。この卵は一口食べた後サラダにかけていただきました。3品目はお椀、揚げ小かぶに水菜に焼き松茸です。4品目はタイのお造り、このもろみの醤油が美味しかったですね。5品目は奈良郷土料理、アスカ鍋をフレンチスタイルにしたもの、このパイ生地を崩していただきます。6品目は鮎のお料理で塩焼きや燻製など3種類の調理が施されています。7品目は長屋王のグラニテ、8品目は柿の葉で香りをつけた大和牛のロースト、こちらは古代米のおこわです。塩を使ったソース美味しかったですよ。9品目は酒粕仕立てのスープの乳麺です。珍しいお料理でしたがこれ美味しかったですよ。最後のデザートはくず餅ときなこアイスクリーム、柑橘ゼリーです。一品一品がとてもこだわっていて、繊細な奈良の味わいが楽しめました。では続いて朝食レビューをいきましょう。朝食はマリオットボンボイのプラチナエリート以上の選べる特典で朝食無料で選べました。朝食はこの和御前メニューのみで、選べるのはご飯か茶がゆのみになります。最初に零細中心の一の膳が出てきました。続いて温かいお料理2の膳、おひたし、卵締め、いちごのコンポート、こんにゃく、おぼろ豆腐など、茶がゆに香のもの、吉野くずの卵あんかけ、焼き魚、大和ポークの豚汁、美味しそうです。さあいただきましょう。紫水の和朝食はボリューム少なめなのですが、奈良の土地のものを生かした体に優しそうなこだわりの品揃いで美味しくて私好みぴったりでした。コーヒーをいただいてごちそうさま。お庭の景観も最高でした。いい朝食をいただきました。では宿泊とスパ島を見に行きましょう。本島からはこのお庭を通り抜けていきます。ここは本島と宿泊島、スパ島を仕切る公道になります。右側が本島、左側がスパ島、宿泊島になります。こちらが本島のエントランスでルームキーで扉を開けます。左手にはスパ島瑠璃、奥には2棟の宿泊島が左右にあります。スパ島の中を見てみましょう。こちらは白瑠璃というお部屋、中にはマッサージ用のベッドが2台あります。トイレ、洗面台、シャワーブース、レインシャワーもあります。プライベート感たっぷりですよね。その奥には露天温泉風呂があります。優しい外光と外気を浴びながら温泉入浴は気持ちよさそうですよね。もう一つのお部屋、紺瑠璃。こちらはまだベッドがありません。この紺色のシンクが綺麗ですよね。こちらも露天温泉風呂があります。では宿泊棟を見ていきましょう。宿泊棟は2階建てで、こちらは花直、こちらは鳳凰です。宿泊棟内部はこのような雰囲気です。ここは片方の棟にあるフィットネスジム。こじんまりとしたスペースに最新の機種が並びます。ではルームツアー行きましょう。お部屋までの廊下は割と狭めです。お部屋の中に入っていきましょう。このお部屋はデラックスワンキング温泉付きガーデンビューです。1階で広さは41平米。同じグレードのお部屋でも景観はだいぶ異なるでしょう。窓はフィックスタイプで開けることはできません。眺めるだけのお庭になります。窓から見えるむせ返るほどの緑にとても癒されます。このコーナー仕様はこのお部屋特有だと思います。ではベッド周りを見ていきましょう。ベッドは程よい硬さで心地よく眠ることができました。床のカーペットも自然の緑のような模様。クローゼット見てみましょう。かなりの容量で、こちらはラゲッジラック、セキュリティボックスにランドリーセット。室内着は浴衣とパジャマの2種類。こちらはバスローブ。ホテルのロゴ入りでふかふかです。雨で本島に行く際には傘は必須ですよね。スリッパもふかふかです。無料の靴磨きサービスもありました。こちらはリビングコーナー。テーブルの上にはお茶菓子とウェルカムフルーツ。ミニバーコーナーを見てみましょう。ネスプレッソにいろいろオーダーできるタブレット。無料のお水は紙パックです。茶器も素敵ですよね。冷蔵庫を開けてみましょう。中には奈良の地ビールが入っていました。食器類、これは無料でいただけるお茶。ミニバーの価格表ですね。グラスにコーヒーカプセル、湯沸かしポットにティーセットなど、こちらはエントランスです。広々としてますよね。では水回り見てみましょう。ダークなストーンと明るい木目でシックな雰囲気です。バスアメニティのブランドはバイレードのルシュマン。楓のような赤が混じった大理石の洗面台。蛇口も高級感がありますよね。これはアメニティボックス。アメニティはエコ志向になってますね。こちらには奈良を思わせる手鏡に、ドライヤーはレプロナイザー 27D プラス。では温泉風呂を見てみましょう。温泉風呂は定期的に自動でお湯が出てきます。このお部屋のバスタブは割と小さめで、2人同時に入るのは厳しそうです。温泉は奈良に湧き出る朱雀の湯で、タンク車でホテルに運ばれてるようです。バスアメニティは大ボトル、レインシャワー付きのシャワーバーです。このサラサラの木の香りがとても癒されました。こちらはトイレット、ウォシュレット搭載です。ではホテル隣接の吉木園のガーデンツアーに行ってみましょう。吉木園は誰でも無料で入場することができます。これが吉木園のマップです。吉木園は興福寺寺院のマニシュ院のあったところで、吉木園主峰は奈良県有形文化財に指定されています。東屋を目指して登っていくと、高いところから吉木園の主峰とお庭を眺めることができます。紫水ではこの吉木園でのアクティビティも検討されているようです。園内はかなり広々としていて、お散歩にはとてもいいんじゃないでしょうか。紫水に宿泊した時にはぜひ吉木園も楽しんでみてください。ここを登っていくと苔の庭があります。では最後にホテルの正直な感想です。紫水さんは歴史的な建造物と土地を生かしながらのホテルということで、奈良の歴史と自然を感じながらステイできるホテル好きにはたまらないホテルでした。温泉やお庭も癒されますね。食事もテーマ性が高くて、奈良の食材や味が生かされていてとても楽しめました。今回は開業日ステイということだったので若干のミスはありましたが、スタッフさん皆さんさんのホスピタリティは素晴らしかったです。本島は歴史的建造物のリノベなので頭上が低い場所や狭い通路など宿泊者自身が注意しなきゃいけないところもあります。また本島と宿泊棟が公道に挟んで離れているので特に天候が良くない日は不便と思うところもあるかもしれません。そういったことも含めて楽しみホテルということでお泊まりされることを個人的にはお勧めします。私は私好みバッチリのホテルが奈良に開業されたことがめちゃめちゃ嬉しく思っております。紫水ラグジュアリーコレクションホテル奈良さん、素敵なステイをありがとうございました。